動画をご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。今日は4月1日、ということで今日から新年度が始まりました。日産 YouTube チャンネルも新年度が始まったということで、この動画の更新ここまで毎日続けてきたわけなんですけれども、今年度動画の更新毎日続けますよ。日産 YouTube チャンネルは今年度も毎日動画を更新して、皆様のもとにこの日産の車と、そして車の情報をお届けしてまいりたいと思います。で、本日はですね、ちょっと皆様にお知らせがございます。皆さん、ドリキンという言葉を聞いたことはあるでしょうか。ドリキン、ドリフトキングの略だと思うんですけれども、土屋圭一さんが福島日産にやってまいります。土屋圭一さんというのは元レースドライバー で、そのレーススタイルがドリフトを多用するものだったということで、ドリキンという異名がついた、ドリフト界のレジェンドと呼ばれるお方ですね。車好きの方からすると野球でいうところのイチローが来るようなものだという話でして、超大物の土屋圭一さんが福島日産にやってまいります。今月4月6日福島日産郡山川向かい店で土屋圭一さん、そして新作映画アライブフーン、6月10日公開予定でございます。こちらの映画監督の下山天監督、お二方を迎えましてトークイベントを行います。さらに当日ですね、お越しいただいた方、ちょっと先着20名にはなるんですけども、土屋圭一さんのサイン入りの特別ステッカーをプレゼント、さらに土屋さんと一緒に記念撮影をするチャンスもあるかもしれないということで、ちょっとですね、4月6日水曜日ということで土平日ではあるんですが、もしご都合のよろしい方いらっしゃいましたら、ぜひ福島日産郡山川向かい店へお越しください。映画アライブフン下山天監督、そしてドリキンこと土屋圭一さんのトークイベントは4月6日水曜日、福島日産郡山川向かい店で午後1時半からスタートです。このアライブフーンという映画なんですけれども、こちらなんで土屋さんが来るのというと、ドリフトをテーマにした映画だからなんですね。土屋圭一さん自身もこの映画アライブフーンの監修、さらに映画の中で土屋圭一役として土屋圭一さんも登場されるということで、ここも結構見どころじゃないかなと思います。私もまだ本編見たことないので、結構この期待が高まってまいっております。早く映画見たいなと思ってるんですけど、公開が楽しみです。で、またですね、皆様にもこのドリフトの魅力をお届けする、なかなかドリフトに馴染みのない方からすると、ドリフトってなんかちょっとやんちゃな走り屋みたいな方が、やるやつだよねっていう、そういうイメージ多いのかなと思うんですけれど、ドリフトって実は奥深いし、そして一種の芸術なんですね。実際このレーストラック、サーキットでドリフトをする、しかもこのドリフトは競技として、その美しさや正確さを競う、そういう競技なんですね。このドリフトの魅力も、また伝えられるような、そんな動画を皆様にもお届けしたいなと思っております。また4月になったということで、だんだん桜の季節ですね。福島県内も桜が徐々に咲き始めてきているという情報も来ておりますので、近いうちにまたこの動画の中で福島県の桜をめぐる試乗動画なんかも皆様にお届けしたいなと思っておりますので、こちらもお楽しみに。それでは新年度始まりました。今年も日産 YouTube チャンネル、そして案内人の M とカメラマンのダブル、この2名、また他にも仲間追加されるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方は、ぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。